ハロー YouTube、スポーツ部活チャンネルの太刀潤です。よろしくお願いします。今日はちょっとヤフーニュースで見てちょっとびっくりしたので、ちょっとまたちょっとコロナのっていうかね、スポーツ部活チャンネルは中高大の、運動部の部活をやってる人たちの全国の検索サイトなんですけど、まあなので結構北海道から沖縄まで結構いろんな学校、まあ大学はほとんど多いんですけど、まあ高校とかで、コロナ禍で部活の人たちの制限とか学生のこうあり方とかね、結構考える機会になったと思うんですよ。あと僕たち大人も、僕は元教師なんですけど、考える機会っていうかね、やっぱ教育がしか変えられないと思ってるので、でちょっともうこう出してもらいます。ヤフーニュースであったんですけど、三重大学が誓約書の大学生に出させたと。読みますと、三重大学津市っていうね、僕は名古屋なんで三重の津は割とね近いんですけど、緊急事態宣言が出されている地域から通う学生に対し、会食しませんなどの項目にチェックを入れ、誓約書の、提出を求めていることが分かった、大学側は、学生の会食、安全を保つためと説明し、罰則も想定していないとしているが、学内からやりすぎなどの批評が上がっている。こんな当たり前ですよね。誓約書は、十分な、感染予防対策を講じます。学内では、一人で食事をします。三重県内では人数や時間を、問わず会食しません。旅行は控えます。カラオケはしませんなど8項目を列挙。学生に対し学籍番号、学部、学年、名前を記入し誓約する、項目にチェックして出すようにしているという。大学の授業は現在、対面とオンラインを併用している。三重大学併用みたいですね。僕のサイトにも三重大学確か部活いますね。4月下旬3度の緊急事態が出された東京や大阪などの4都道府県から通う、まあ今併用しているので多分東京とか、まあ、愛知県もそうなのかな、名古屋も、大阪もね、三重大阪近いんで、対面授業に出る場合は事前に大学に連絡し誓約書を出すようにも求め始めたと。現在は宣言の追加が始まった愛知、福岡県などの学生、まあ今僕の友人も大学の先生やってるんですけど、結構もう上京してないみたいですね。対面のある時だけ上京して東京にね、学生はダウンロードして書き込みと。まあ、ある同大学の教授はこのやり方はありえない、三重大学の教授自身もの一部の教授は学生の人権をどう考えているのかと問題視し、大学は学生と一緒にコロナの対策を考え学生大学生活を作っていくべきだと指摘すると、三重県内の在住の学生は昨年は全ての授業がオンラインでやっと大学に行けるようになったと思ったら、これ怒りや呆れの気持ちしかないと話すと。三重大学の担当者は緊急事態宣言が出されている地域の学生には特に高い意識を持って通ってほしい、自覚を促し学校の学生の安全を保つための対策ですと説明ってなってるんですけどまあこれちょっとそろそろみんなこの行動も制約もそうですけど人権というのを考えた方がいいかもしれないですよね。まあもともと人権っていうか、このボランティアでね、こう差別とかあったんですけども、まあこう国、そもそも国というなんて言うの、くくり、今国同士の高いで、まだ歴史浅いんですよ。勝手に作っちゃって壁を作って、まあ土地ですよね、土地の争いで国っていうのができたっていう言われてるんですけど、それでまあ戦争ね、国と国の宗教とか言われてるんですけど、まあ単純に不動産ですよ。そんな感じですよね。だって多民族国家もいるし、国際結婚もしてる人いるし、やっぱりね、気が合えば仲良くなれるし、国というね、その
なんかお金的なね、もの、不動産みたいなものを争うから、そういうね、差別とかできた。この人権ねはもう本当大事なことで、僕たちは。三重大学の学生さん、これ立ち上がってほしいですよね。これを誓約書に書くっていう、書かせるっていう行為がもうものすごい、かなり問題、異常行動だと思います。書かせたところでっていうね、このある教授はね、三重大学のね、いいこと言っていて、このやり方ありえないと。ありえないですよ。この学生運動だったらもう暴動ですよ、三重大学も。そうです、今のね、若い子、いい子でいたいんでしょうね。少子化で大切に育て、あとなんか、結束するっていうことがなんか、かっこ悪い。あとね、かっこ悪いっていうのをやたら思っている人が多くて、まあ、意見を言うってこともかっこ悪いみたいな。なんか、まあ、僕それアニメとか漫画の影響だと思ってるんですけど、かわいいとかかっこいいっていう価値って、時代によって変動していて、その影響ってやっぱ、映画やね、まあそういうのなんですよね。結構洗脳させられるとか、テレビとかね。三重県のね、運動部の人たちなんかこんな部活多分できないと思うし、誓約書ってこれ別に拘束はないっていう、でも一応書いてっていうのを一番汚いね、ことをする人たちがやる手口なので、こんなん書かなくても僕はいいと思うし、それで退学になったら、まあ、戦った方がいいですよ。それで弁護士で助けてる人いるんで、これ異常行動です。まあ、田舎だから特にと、そう思うんですけど、まあ、三重県の国立なんですけど、三重県の知事が、これ三重の大学のね、職員とか教授が、これを作ろうって思ってる教授はちょっとやばい感覚ですよね。ご自身自身も、国のそういう制約にもしあったら従うかっていうことを考えてほしいし、で学生さんはね、まさにこういうというのは戦った方がいいと思うので、ぜひね、三重県のね、っていうか、まだこれから国立、地方の国立っていうのはこういうことがどんどん起きてくるので、学生自身がね、こう立ち上がってなんかやるべきだと思います。まあ本当にいい機会だとは思いますんで、ちょっとこれを異常だと思わない、しょうがないなって思う思考はちょっとやばいので、もうちょっといろいろ、この後の展開、これを書いたからどうなっていくかっていうことも、ちょっと考えた方がいいと思います。はい。ちょっと怒りですよね。ちょっと三重大学の人頑張ってください。それでは、バイ。